レーナーやっほー。ちょっと35分ぐらいに終わって45分ぐらいに再開してみんなに感想を聞こうと思って。どうですかこの感じ。ちょっとメッセージも書きつつ。あ、神奈川あったかいんや。なんかおばあちゃんから一昨日ぐらいに雪が降ってるよっていうラインが来て、ちょっと前までは神奈川の方が寒かったはずです。左利きあるあるなんです。確かに今日三部制言ってみんな。35分になったら暖かかったんだ。サウスポーです。そうなんですよ、左利きなんですよ。手が汚れる、汚れました、さっきのあれで。ほらここ最悪。あ、サイン会の時から気づいてた。油性なんですけど汚れちゃうんですけど。あ、そう、ご飯友達と食べるとき奥に行きます。大体奥に行きます。大体奥に行きます。よし、かけた。まだ一人だけ。見していいんかな。じゃん。一瞬やけど。一瞬。ありがとう。まだ一人なんですよ。みんな35分になったら教えてな。え、名前見せてあかんの。いいんかと思ってた、わざと見せてもった。なんかさなんか中には分からん人もおんねんな。なんか配信でいるみたいな人がおって、そうやねんな、配信でおるこの人っていう名前があってさ、何書こっかなーって思ったんやけど。いいんかな。え、そう、最後に頑張るタイプ、夏休み終わってから頑張るタイプ。今日マキコさんとです。え、配信やんな、配信じゃない、あのラジオやんな。もしレナが忘れて届かなかったら私の家から直接送りたいと思います。ショールームで見かけない名前が結構いて、
そうなんですよね。あ、ミルセンってこと？あ、じゃあおるのはおるけど、気になってる人、おお、なんて書こっか、そういう人に。たくさん書きたいんですけど、なんか、住所バレ？メール借りで売ろっかな。誰々さんのメッセージ書きました。値下げコメントとか。値下げはできません。値下げはできません。文章でつるか。メルカリで。例にしとくわ。例メルカリの名前。余ったやつにサイン書いて。もうそれやばいやん。確信犯や。ヤフオクがさ、あんま知らんくてさ、そう、私は駆け持った俺なんです。あなた誰ですか、やば、嫌われるやん絶対。あなた誰ですかって嫌われそう。ファンじゃないけど握手券、ありがとう、ファンやんそれ。東海でこれメルカリで買いました。ご設計も追加して、ありがとう。次の手形か、左の方が良くない？あれの左利きやから左にしようと思ったんやけど、右の方がいいとかある？どっちがいいとかあるんかな、みんな分からんけど。よし、オッケー。両手メンバー、やっぱり左の方が疲れへんかも。びっくりする？帰帰宅した時に。なんやろ。あー、手形があるから。そういうこと。ファンなのに特権買ってもコメント読まれない自分って一体。読んでますよ。だいたい左ですね。ねえ、思った、消しゴムスタンプかわいい、先輩たち。レナにはそんなことできないで、なの、できないので期待しないでください。次のサイン会は買います。ね、いなかった。その名前はどこかで見てるんだけど。レナもさ、たまに見とんねんけど、おらんねんな、いつも、あんまり。おるんかな？風吹いてます。あの
エアコンついとうから、こっち右側に、右上にあるんですよ。パンチも左、パンチも左。いや、消しゴムスタンプメルカリで買う、書きれなってやってくださいみたいな。なんか作る人とかおるやん、メルカリで。なんかご要望通りに作り、なんか手作りの人とか、あのそういうなんかいろんな、なんかアクセサリー作ってる人とか、じゃスタンプ作ってる人を探して、書きれなでお願いします、書きれなスタンプでお願いします、書きれなスタンプでお願いしますって感じ。そう、自分で作った風に。筆は左です。右でも描ける、習字は。でも張り手置いて、張り手ってなんやろ。はじめまして、はじめまして、書き直しです。はじめまして、初見マークじゃないけど、あと漢字が違うけど、きっときっときっと全レナさん推しだと思うけど、アットマーク書き直してやってくれたコメントでは。書きやん書きやん。サインの時もあるからな、一回だけなのに、いつもありがとうって、あれねって思ったんよ。いや違うよ、だってメール取ってくれたでしょ。メール取ってくれて、でメールの返信もしてくれて、で配信も来てくれたんですよ。メールに配信来てみてっていうのを送ったら、配信に行ってみようって来てくれたので、いつもありがとうございます。確かに、ちょっと下手くそでお願いしますっていうか、ちょっとずれてやってくださいみたいな、ちょっとずれてスタンプ作ってくださいね、好き出ちゃう。確かに、はじめま、ごほごほ、あいがこんありがとう、笑ってるし , 笑ってごまかすんじゃないよコメントで書きれなって言っとけばいいって思ってるな、この人は。きっとお疲れ様、かきれなちゃんありがとう。え、よ、両利きじゃないよ。ストレートヘアも似合って、やばい、新種きた、ストレートヘア来た。いつも笑顔かわいいとか、かわいいやのに、ストレートもかわいいが来ました。なんかメール来るけど、ファンちゃうファンちゃうんファンちゃうんですか。なんかメール来るけど、ファンちゃうんや。よし。はい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 、配信で見えひん方来ましたよ。配信で見えひん方来ました。次落とすか、レナのコメント技で。無理、前髪切ろう今日。やばないやばないなったある程度したら無理せんとき、お休みな。え、ありがとう。サイン会に宮村さんがリノーシに反応してて楽しかったので、多分初コメ、初コメですね。初見マークは、あの、まあ、来てくれてるのことはあったかもしれんけど、多分そんな見たことないないよね。
嬉しいですね、初コメ。ちょっと好きレベル。限りの名前のメッセージ見ただけで笑顔になれるとか、自分限りなく好きだよ、好きだよ、好きだよ。気づいてなかったの。17日の声あと最善の、うわーすごいじゃん。イエーイ、最善すごくね、普通に A 列ってことかな、すごいね。運めっちゃいいやん。なんかレナのファンの人ってなんか運がいい人が多くて。あ、メールは興味本位。ファンじゃないけど、ファンじゃないから別に興味本位で取っとくかみたいな。いや、髪の毛切るんだ。コメントを詰まってるものがある、先にメールで使え。それな。マジそれな。あ、レナ版はさっきはごめんね、すぐに終わっちゃって。さあどうしよう、なんて書こっかな。てかさ、名前呼べたらさ、何々さんいますかとか言えんのにさ。あ、最善今回初すごいね。書き入れな運気がいいんでしょうか、なんかあんまりわかんないんだよね自分で。 G 7列目、え、でも見えるよ、 7列目ぐらいだったら見える、見える、見えます、見えます、見つけますね、頑張って。3度目の正直だもんね。D もめっちゃいいやん。運が悪い人がいます。最善の、え、待って、最善多くない、え、もしかして前回自己紹介で言った枠が開いたらオレンジピンクがで埋まっている、今回見れるかもしれない。最善に今で2人いるんやで、やばくない。さっき名前呼びながらショールームしてたよ。そうなんだ。でもね、ダメだよね、私はちょっと下っ端なので。下っ端なので。そうなんですよ、もうそろそろね良くなるみたいなのはまあちらほら聞いたことはあるんだけど、どうなるんだろうって感じですよね。基本的に咳はないけど効果が良くし、え、めっちゃいいじゃん。3列目、立ち見で悪かったな。いいよ、でも入れただけさいいじゃん、いいよいいよ。立ち見って見える、見えるよね、でも あれぐらいの距離なら。てかみんなさ、あのラジオ聞きたいからさ、時間になったら言ってね。僕はやっぱり最終言ったことを貫くタイム、メールも取ってないです。え、ダメじゃん、ダメじゃん、ダメだよそれ。ダメだよ。最善、S 公演ですご、立ち見のパイペースです。え、でもさ、あれだよね、見えるよね、こっちから。でも立ち見はちょっと暗いんだよね、ライトが。11だからイヤのサイリウム、あ、そっか、17と11にレノファンが最善いるんだね。確かに最善に。確かに11日は降らないか。 G の22年、ニャンニャンじゃん、 G のニャンニャンじゃん。一番後ろなの、それファンじゃないから一番後ろなんだよ。いつもコメントでレナのファンだからって言っとけば一番前って言えたかもしれないよ今日。損してる。損してるよ、損してる。ウェイ、じゃああと30、35分になったら切ろうね。で45分になったらもう一回始めるわ。握手会やトーク会の名前呼んで、呼べるよ、呼べる呼べる。うわ、岩さんいいな、岩の気持ちになりたい、その幕が開いた瞬間。8本も持ってくの、それ楽しめる、それ楽しめんやろ絶対。やばいやばい、次の二色だとか やってるうちにさ、なんか曲終わりそうやけど。それはないか、それはないか。そうだよ、いい席だったからいいじゃん、ま、それもあるよね、いい席だったらさよく見れるのもあるし、
メンバーからも見えるわけじゃん、前だったら。え、立ち見はメンバーから逆によく見えんの？え、嘘。あ、立ち見の最善が一番いいんだ。うわ、見やすいんだ。まあ、確かに見えやすそう。ストーンって通ってるし。足がくがく。ご飯振るんだ。聞けない、残念です。え、聞けないの？ファンちゃうから当たらへんかったわ。だからファンって言っとけば今回当たっとったって。損してるよそれ。悔しいやろ。もういつもファンって言っとけばよかったって今思ったやろ。これから気をつけよ。これから気をつけよ。書き振り回してください。もう周りの人とかもう気にせず、オレオレーみたいな。やば、できん。周りの人の頭とか柿で叩いたって、うぅうぅおい、俺3回目でやっと当たったんだぜみたいな。おもろいな、できん、おもろ。じゃあ作って持ってくね。ありがとう。最善意外に見えんのだ。あ、でも右と左がね、右端と左端が見えんかもしれん。ネイル黄金の。クギュンファンじゃないけど当選しました。え、どっち？どっち？ダメやんそれ。レナのファンじゃない人は当選しないはずだけど、おかしいな。あ、違うよ、レナのファンじゃないけど内心レナのファンだから当選してるんだよ。いや、嘘はつけへん。優しいから応募控えたせいで会えません。優しいやん、優しい。あ、柿が持ち込み禁止、確かに。みんなで柿持ってきたらいいんじゃん。そしたらさ、全員できんとか絶対無理やん。なんかみんなで横の人を叩き合いみたいな、全員一本柿持って。うちやの見やすいのか。え、でも黒に蛍光色とか、あ、でも逆に白とかも見えるかもしれん。え、でも前のうちは可愛かった、めっちゃ可愛かった、やばかったあれ。やばかった、うん、え、うちは嬉しい、うちはめっちゃ嬉しい。レナ推しなので当選しました。それはちょっと語弊があるで。どういうレナ推しか、書きレナ推しですか、書きレナ推しなので当選したのかな。ちょっと怪しいところではありますね、この人は。怪しいところではありますね。表情がわからんか。ねえ、時間大丈夫、みんな大丈夫？34分。34分です。うちわに書きの方がいい。え、全然うちわも嬉しい。うちわもうというか。あと5分ですね。やばい、緊張ある。やったな。リーナさんのうちわ作るか。作るわ。今日リーナさんとたくさんお話ししました。たくさんお話をしました。よし、じゃあ一旦さ、ね、松井レナさんだよね絶対。面白い子だねとか言ってるやん。レナのこと全然知らないのに、レナ推しだから当たったんだよとか言ってる、やばい。嘘つきだ普通に。面白いことだって褒められたのに嘘つきとか言っちゃった。はい、ということでラジオ聞いてきます。ラジオ聞いてきますので、ラジオが終わったらまた会いましょう。じゃあ皆さんさよなら。一旦さよなら、またね。みんな聞いてね、感想待ってるからさ、ちゃんと感想をやりながらさ、感想メモしながら聞いてね。はい、ちゃんと詳しく聞かせてもらいますので。じゃあねー、バイバーイ、また後でねー。